どうも山崎亮です車がね、えー、昨年末に届きまして、うん、1週間ぐらいですけど今いろいろと乗ってみたりしてますあの二十何年車のない生活をずっと繰り返してきあの続けてきたのでなんか不思議な感じですね車があるっていうのはついそのことを忘れちゃっていて うんと明日の予定とか考えて移動する時って言ったら電車で検索をし始めたりするんですがよく考えたら近い場であればその、まあ、電車とかだとちょっと遠回りしなきゃいけないようなところだったら車で行くとめちゃくちゃ近いねというようなことをはと思い出してそっか電車調べなくていいのかっていうような1週間ぐらいを今、えー、過ごしてるところですね。 ちょうどだからもう、もう10日ぐらいになるのかな、10日ぐらい手元に車があるという状態に今はうんなってます。前の動画の時にもちょっとお見せしたね、えー、ベルランゴっていう車ですね、なんかちょっと変わった車ですけど、あのその車を今、まあ、色はちょっと違う色だったんですけど、乗っているというところです。 えっと昨日は初めてちょっと遠出しましたね。1時間半ぐらい運転をして、えー、どこへ行ったのかっていうと、陶芸の師匠のところですね、松井さんのところに行きました。あまあ、焼いてもらっていたあの動物たちがたくさんいたので、あれが結局40体ぐらいいたんじゃないかと思うんですけどね、40体ぐらい焼いてもらっていたやつを、まあ、焼き上がったというので、えー、見に行き、 まあそれを持って帰ってて帰くるという時に通常であればでかいトートバッグ2つぐらいにこういっぱい入れてえ新快速とかに乗って帰ってくるんですけどねえ今回車の後ろのとこにポンと入れるとまあまあ小さなものですね車に入れるとこんなトートバッグ2つはでかいなと思ってたのにポイッと並べるとですねまだまだいっぱい開いてるよというようなそんな状態でやっぱ車ってすげえ収納力だなと思いましたね僕がいくつか抱えて持って帰ってきていた のに比べると全然違うなという感じです。で、あとね、気づいたこと、ものすごい恐ろしいことだなと思っちゃったりもしたんですけど、車屋さんが見やたら目につくようになりましたね。これはすごい変化です。多分だから、これまでもう、うんと、見てたんでしょうね。見てたんだけど、 記憶にないといとうかですね、見てたのに頭には残ってなかったんだと思うんですけどやっぱり今回のその車を買おうって思った時に研究したりちょっといろいろ調べたり試乗させていただいたりしていたので最初はマツダ行きましたねでその後トヨタに行って日産のちょっと新しいパワーってやつも試させていただいてとか言って回っているうちに それぞれのディーラーっていうんですかねなんかこういうマークみたいなのが目につくようになったんだと思うんですよねだから車を運転してたらあのかつてもあれですよあのレンタカーとかでワークショップの会場とか仕事場とかによく行ってましたからでもそんな時にその道路沿いにある自動車屋さんとか中古屋さんにこう目が行ったことがほとんどなくて。 今回、だから、あの、車を買わなくちゃって思った瞬間に、一体どこに車屋さんってあるんだって、グーグルで探して、頭の中に全く記憶にそういうことが残ってないからですよね。それで電車で行って、駅から歩いて車屋さんに行ってましたけれども、今回、その1時間半でですね、京都市、京都府の亀岡市っていうところまで、兵庫県から行くと、ですよ、もう、もう、至るところにあるわけですね、その車屋さんとか。 中古車屋さんとかがもう、あ、ここもある、わここもある。でもう僕は今用がないはずなのに、もうねあの、割と気に入った車が手に入っちゃったんで、用がないはずなのに、あここにもあるんだわ、ここにホンダがあるんだとかね、すごい目につくようになりました。で、僕の目につくっていう癖がまだできていないのはガソリンスタンドだったんですよね。ガソリンスタンドっていうのがどこにあるのか全くわからない。もちろん自宅の近くにもどこにあるかわからないけど、 道路通ってても多分知らない間にもう見てなかったものだったんですけどガソリンがなくなってきたんですよ10日間ぐらいにな乗ってたらで今回1時間半も運転するとで帰ってくる時もまた1時間半ぐらいかかるってことなのでちょっとガソリン入れたいなと思ってですね今回の車で初めてガソリンになるものを入れてみるっていうことをやったわけですけどうんとちょっと怖くてあの20何年前と同じように いいらっっっっしゃまませてててて言って人が駆け寄ってきてくれるようなところに行きましたあのなんかセルフっていうところがあるらしいんですけどやり方がわからないんで、えー「いらっしゃいませ」って言ってくれるところに行ってですねあの昔ながらの感じでこう、うん、満タンお願いしますとかなんか言ってで一応ですねその人に「セルフってのもあるらしいですね最近は」とか言ってこれ初めてこれ入れるんですけど。 セルフってやつあるらしいですね。あれはやり方は分かるもんですかとか一応聞いてみましたね、そのお店の人にそのお店もなんかあのパネルみたいなのがあって、あのそこにいちいちなんか次何するかとか出てくるから、多分それ見ながらやれば分かりますよとか言ってくれたので、次はセルフのガソリンスタンドなるところに行ってみようかなと、ちょっと思ってますね。自分にそんなことが そんな高度な技が使えるのかどうかはわからないんですけどとりあえず今回は僕は自分でやらずに満タンにしてくれたのでもうちょっと走れると思うんですけどどっかで一回試してみたいと思ってます2つ目のチャレンジはあの高速道路ですね今回あの行きは下の道で行ったんですけど帰りは結構ね松井さんと結局車だからなって思いながら夜中まで喋っちゃったんですよね 結構長い間、ざーっと喋ってて、陶芸のこと、大学教育のこと、あるいは京都のこと、大阪のこと、いろいろ話をしてたら、もう気づいたら夜中で、えー、下の道で帰るのが怖かったんですよ、なんか長いしと思って、じゃあもう高速道路を使って帰ろうと思ったら、まあ、これが便利なもんですね、高速は。で えあれですよ、ETC ってやつでまたドキドキしましたね、僕の空開いてくれるのか、本当にと思って、一応、その ETC のカードってやつは、事前にあのクレジットカード会社に連絡をしたら、すぐ作って送りますよなんつって、ETC 専用なんですね、普通の買い物のクレジットカードとまた別のものは、そんな説明しなくていいか、みんな知ってるんですかね、これね。僕はびっくりしましまたねあ そうか、クレジットカードとは違う、普通の買い物には使えない、えー、ETC 専用のカードってやつがあってあの、そうじゃないとね、そんなクレジットカードが車の中で刺さってたら、あの取られてしまうとか、そういうことがあるらしいですし、それから ETC の機械ってやつも、どこに刺さってるか分かんないようになってるみたいですね。外にポンとつけてあると、おカード刺さってるぜなんて,ってなっちゃうんですけど、今は見えないところにこう入って,ていて、かつては、あの クレジットカードを刺していた人もいたらしくて、えっと、結構車上荒らしのようなものになっていたというようなことも聞きましたね。で、あのー、今僕が乗ってるやつは、なんかこう、こうケースみたいなやつの中に入っているので、うん、と窓の外から見ても ETC がどこにあるか分かんないし、刺さってるかどうかも分かんないし、あるいはもし刺さってたとしてもですよ、あのー、それは買い物とかには使えないものなので、 まあ使えたとしてもその人の ETC カードに差して通るぐらいのもんですかね。しかしあんなの差しちゃったらどうなんだろうか。た多分なんかログがされちゃうんじゃないでしょうかね。ちょっと僕はその辺は詳しくわかんないんですが、まあ、そんなものだってことがわかり、そしてなんか差してで、有効期限が何日までです、何月までですみたいなことを言って、使えるようなことを言うわけですね。それでこう、まあ、運転していくんだけれども、それでもやっぱりちょっとドキドキしますね。こうゆっくり行って 開かなかった場合、これバックもできないよな、ここはって思いながら、後ろからも車が来てるなって思いながら行ってみたら、開きましたね。開きました。僕は昨日結局3回ぐらい開けましたね。あのバーみたいなやつ開けました。はい。あれをちょっとやってみて、ドキドキしたんですが。ただ、なんかあの値段かなんかを多分言ってるんだろうけど、そんなケースの中でね、ETC カードの人たちがつぶやいてるので、 聞こえないんですよまた音楽かけてたりとかするとね、なんかは言ってるんですよ、な,なんかこう、生産したときに、なんか言ってるんですけどね、いくらなのかっていう声が聞こえなくて、これ、僕は一体いくら使ってるんだろうって、ちょっと不安になってきましたね、高速道路とポン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 、3つぐらいなんか乗り継いで、勝手に乗り継いでいったんですけど、うん、ナビの URL がままに乗り継いでいったら3か所ぐらいで支払ってたと思いますが。 あれは1000円なのか2000円なのかどれぐらいになったのか全然わからない不安になってきましたねそれからナビですねナビもうまいもんですねあれはあのナビゲーションシステムはつけなくていいですよってお店の人に言われたのでつけないままあの iPhone だったりとかあー Android だったりとかのスマートフォンをね繋ぐんですねこれ、ま、僕はあの仕事柄両方を持ってはいるんですけどえっち、と っっちののの方方ががナビ向きななかかかよく分からいいいんですすねねご存知の方いらっしゃいますか、ね、だから今僕は2つつけ比べてるんですけどね iPhone の中のやつ Apple Car って言ったかな iPhone のやつが、えっと、Google マップを表示させて Apple のマップではなくて Google のマップを iPhone 上で表示させて、えー、進んでいくのが若干滑らかで えっと、なんか解像度が高いように見えますね、ナビの画面に映ったときには。だからなんかディスプレイっていうのはあるんですけどね、そこの中には別に何も入ってないくて、えー、端末をつなぐと,ん、えっと、マップが見えると。それであのナビゲーションシステムだと、道路情報とか更新されると、その差分ですね、差の分は。 購入ししななきゃいけないいけ時が来るらしいんですね3年ぐらいは無料だったとしてもいずれ購入しなきゃいけないんだけどでも僕らはもう手元にねなんかこうすでに常に更新されるマップをポケットの中に持ってるわけですからこれ使えればいいじゃないかっていうのはまあまあみんな考えることのようでうんと Android もオートな何だったかななんかそういう、えー、ナビ用のアプリがありますし、えー、Apple も iPhone も アップルカーみたいなやつを持ってますからこれつなぐともう普通に声で行けますねそうう自宅に戻りたいだとかどこどこ行きたいとかっていうとすぐ設定してくれるしあの端末側で設定してもそれがすぐに反映されてくれますんでこれは便利だなと思いましたであの日常スマホで歩いて見ているよりも車向きにちゃんとなってくれていてあの何メートル先で右折ですとかね ここで右折ですとかちゃんと言ってくれるんですよね。どっちだろう Android の方はですね、もう Google マップということで、えー、っと入れてくれるんですね、ま。表示してくれるんですよ。で、ちょっとカクついてるかなという印象ですね。Apple の方に比べると。で、日常的には僕は Android のスマホを使っていますので、なんかちょっとメールのね、Gmail の添付とか、 えっとアップルよりはあのアンドロイドの方が使いやすかったりするので日常的な仕事ではアンドロイド端末を使ってるんですが、えっと、車につなぐのどっちってあの2本ケーブル持ってって両方 USB でつないでるんですけどあのまだ今のところアップルの方が使いやすい iPhone の方が使いやすいなという印象ですね。 まあ、確かに Google マップからえっと Google カレンダーにマップの履歴をあの乗り換え案内をこう反映させるのも iPhone の方が使いやすいんですよね。ここはもうめっちゃマニアックな話になってますけど Google のマップでここからここまでどうやって電車で行きますかっていうと電車の乗り換え候補がいくつか出てきてこれはあの Android だろうが iPhone だろうが両方できるわけですけどえっと iPhone の方はですねじゃあ この方法で行きたいですっていうふうに乗り換えのルートを確定させると、あのこれを Google カレンダーへ送るってできるんですね。でそうすると Google カレンダーの方にその時間の枠のところに乗り換えがピュッと入ってくれる。歩いて駅まで行って何線から何線へ乗り換えてどう行って最後歩いて目的地までっていうのが Google カレンダーに時刻とともにピシッと入ってくれるんですけど、Android の方はできないんですよね。多分できないです。いろいろ調べたけどできてないので今。 もし、アンドロイドの方でそのやり方をご存知の方がいたら、ぜひ教えてほしいですね。多分できないです。あの Go、ね、Google マップを立ち上げ、アンドロイド端末でね、Google マップ立ち上げて、ここからここまでってやると、同じように出てくるんです。で、何線に乗り換え、何線に乗り換えが、えっと3種類か4種類ぐらい候補が出てきますねえ。それの中で、多分一番時間の短くて安いやつとかを押すと、えー、その順路が出てきます。で、OK、これで行こうって思って、 できればこれを2、3日後の予定だったりとかするとうーん、Google カレンダーにそのまま入れておきたいなと思うんだけれども、えー、カレンダーに記入っていうボタンが出てこないんですよ。iPhone だと出てくるやつが。Android では出てこないんですね。でこれで結局、それをスクリーンショットみたいにして画像にして撮っとくとかして、次に見なきゃいけなくて。 こんなの Google カレンダーにそのまま入っててくれればその日あもうそろそろ出なきゃとかってすぐ分かって便利だよなって思うんですよね。ここが唯一かな多分 iPhone と Android を比べてみて、えー、と iPhone の方が使いやすいのはここですね。結構大事な点だと思うんですけどところがあれですよね Google カレンダーにしたって Google マップにしたってこれ Google のものですから Android の OS の上で ちゃんとできた方がいいと思うんですけどね、ここの連携が。なんで Android の方はできないんだろうか。iPhone の方でそれができると。iOS の上で Google マップから Google カレンダーへちゃんと情報がこう出せるのに、Android のプラットフォームの上では Google マップの調べた情報が Google カレンダーに移動できないっていうのは不思議ですね。でこれあのどっちかしか使っていなかった時はですね。 あのもう一個の OS が一体どこまでできるのかっていうのが分からないもんなんですね。僕もだから一個しか使ってなかった時はちょっとこっちだろうと思ってたんですよね。こっちが便利だろうと思ってたんですけどあのまあこのワ,あのワークショップとかをやったりとかするいろんなそのアプリケーションだったりいろんな人と,えと交換しなきゃいけないっていう仕事上の都合で、えっと、iOS と Android と両方を持つことになって分かったのは。 一,長一短なんですよねこっちはこれがすっごいスムーズにできるのにこっちは2、3回タップしないとそこにたどり着けないとかですね。で、おおむね、えっと、Android 端末の方が結構いろんなことに対応できてます。いろんなことに対応。の Gmail の添付ファイルを、えっと、タップ数少なくドロップボックスから添付するだったりとか、えー、他のファイル。 パソコンじゃないはスマホの中に入ってるファイルから添付して送るとかいうようなことはできます。だから、えー、端末1個で割と電車の中とかで仕事ができちゃうんですけど iPhone の方は、えっと、Gmail だとこれあの Apple のメールはソフトだといいのかなでも Gmail だとちょっとややこしいですね。Dropbox までたどり着けるようにはなったみたいなんですけど数年前に。 もともとはドロップボックスもから添付はできなかったみたいですが、なんかできるようにはなったんだけど、2回ぐらい奥まで入らないと、添付ファイル探せないっていうことになってたりしますね。微妙に違います。んなんていうことをトータルで考えると、ん普段電車乗って移動しているときには、アンドロイド端末の方かなという感じがしていて、えー、でも、 車に乗ってつなぐなら iPhone かなっていう気が今はしてますね。であの音楽は両方とも Amazon Music の同じアカウントのものが両方の端末に入ってますんで、えまあまあどっちからでも車の中で同じ音楽が聴けるようにはなってるっていう意味では同じものなんですね。入ってるものは同じなんですけど、今は iPhone をつなぎがちというそんなところかなと思いますね。車の方はどうかっていうと、 概ね良好ですねなんか疲れないんですよねやっぱりその、まあ、シートがなかなかフランス車はいいですよって前回もねおすすめしていただいた方がいたっていう話をしましたけど本当にその通りですねあと視界がちょっと高いっていうのはやっぱり楽なんでしょうねあれはうんあとあのー、まあワークショップとかの時にレンタカー借りる時っていうのはいつもコンパクトサイズの車なんですよ コンパクトな車は車でもちろんこう取り回しはすごくいいし運転しやすいんですけどあの坂登る時ときとかめっちゃ頑張ってる音をするんですよね。あの踏みアクセル踏み込んでもなかなかこうスピードが上がっていかないときってね人によるのから僕はなんかすっげえ力入ってるんですよ気づいたら頑張れーンみたいな感じになって体中に力入ってるのは坂の途中とかで気づいておおいおい。 別に俺が力入れなくても大丈夫だろうっていうか今俺が力入れたって車はそんなに前には進めはねえぞって自分で自分に突っ込みながら、えっと、力抜いてアクセルだけ踏むってことをやるんですよね。あれなんかすげえ頑張った音出しながら一生懸命登ろうとしているっていう車でアップダウンの多い道をずっとこうあ,あ,あのー、行くとですね何かしらなく体全体がだるくなるんですよね。 で今回の車はですね、それがないですね、これ、多分でも排気量が1.2リットルとかじゃなかったかなと思って、そんなにあのでかい車じゃないんですよ、その排気量的にね。確かすごいちっちゃいのに、あのちゃんと踏むと、大きな車体がこのままブーンと上に上がっていってくれますから、これはちょっと予想外にあの楽でしたね、運転がね。なんかもっと、 もっと重たいものを動かしてる感じになるのかなと思ったら割とスーッといってくれるそれからあのちょっと上に高いですからねこんなあの四角い形になってますから風とかに煽られたりやっぱりどうしてもこう安定性が悪いのかなとは思ってたんですね SUV とかもそうだって言われてたんですけどどっしりしてますねなんか重心なのかな下にこうグッ,グッと収まってるのか分かんないですけどなんかすごい安定してて 運転はすすすごいいいしやすいなと思いますねこれも、まあ、それでも試乗させていただいたところで言うとマツダの MX30 とかそうですねトヨタの車とかも同じような感じだったかな同じような感じで全部今は運転しやすいんですかねあのすごい運転しやすいなって思いましたあの普段自分がレンタカーで借りている1日6000円とかで走る車と比べてるからかもしれないんですけどね えー、それと比べるともう、もうあの大体のものが優秀っていう感じになっていますね。ということで、今日はまあまあ、たわもない話でしたけどあの、20年ぶりに車を所有することになり、えー、そしてまあまあ、車についてはね、えっと、10個ぐらい僕は懸念点があるって言っててあの、その懸念点のうち半分以上はまだ解消されてないんですけどね、あの環境の問題も含めてですね。 あとは交通事故リスクのことも含めて、まあ、ある程度かなりの安全装置がついてくれてますので、えー、それはすごく助かっているところではあります、えー、なんかもう近づくとビービービビとかって言ってくれるので、えー、そういう意味ではすごく助かってはいるんですけどそれでも完璧ではないわけですからねそう考えるとやっぱり、えー、引き続き安全面というのも課題だなと思いますしいろいろとまだまだ完全自動運転になるところまではいってないそうだ あれはまだ怖くてやったことがないんですよね。あの、高速道路とかで、なんだろう、あれは言葉がわからないけど、80キロって設定したらずっとアクセル離してても80キロのままずっと行ってくれるやつですね。で、前の車との距離を何メートルって設定しておくと、あのその距離ぐらいまでになったら、前の車の速度に合わせて落としてくれる。前の車が70キロで走ってたんだったら、80キロでずっと近づいていったけど、ある距離になると、 70キロまでダウンして、そのまんまの距離でずっとあの追従してくれるというかですね、追っかけていってくれるような、その装置はいや、使い方がよく分かってなくてですね、でなんか怖いですよね、本当かって思いますよね、アクセルから足離してもずっとそのまま行くし、だん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 近づいてきた、おいおいと思うと、ある程度のところでちゃんと距離を保ってくれるとか、前の車が止まると止まってくれるらしいんですよね。で、動き出すとまた動き出すらしい、噂には。 そう聞いてるんんですけどそんなそなれ間違ったらどうするんだろうと思いながらですねまだその装置は使ったことがないというかどのボタンを押すとどれがなるのかで何キロっていうのを、ね、なんかもう設定するくるくる回るやつはあるんですけど使い方は分かんないですね、まあ、ちょっとベルランゴで調べてみようかな,なんか動画とか出ててくれると分かりやすいんですけどねそういう使い方がですよね あとそのレーンキープっていうんですかこの車線から外れそうになるとハンドルが勝手にククッとこう戻していってくれるっていう機能もあるらしくてあのそのレーンキープの機能と速度自動の機能を両方つけて走ってると大げさに言うとハンドルから手離しててもクグ,グッてこうやりながら前との距離をずっと取りながら高速道路を走ってくれるらしいんですよ。 手離していいのかどうかは分かんないですね。道路交通法上分かんないですけど、まあ、まあまあ手添えといたって、自分があえてこんなんやらなくても、添えてるだけで、なんかブククククってこうやりながら行ってくれるということなんだと思うんですが、まあ何本ちょっと怖くてですね、まだこんなあの10日間ぐらいしか、しかも遠出してなくて、この間初めて ETC ドキドキしたっていう人間は、説明書も読めてないんですよね。だからもし それできるよって知ってる人がいたらコメント欄で教えてください。そんなのできるぜ。そんなのもうだいぶ昔からできるぜ。みたいな。多分そうなんだと思うんですけどね。だいぶ昔からそういうことはできるようになってんだろうと思うんですけど、僕はもうあまりに分かってなくて。うんと、高速、せっかく乗ったのに、それ試してみることもできなかったですあの。だって僕、ライトのハイビームの仕方すら分かってなかったですからね。あの、国産車でいつもなんかこう、ライトのところをピンってこう前に、なんだろう。 前に出すとハイビームになってたんですけどね。でも、フオフランスの車は違うんですよね。この、手前にパッシングみたいにピカッて光るやつ、あれをピカッてるパッシングにさせながら、さらに奥まで2段階ググッと押し込むと、パッシングのまま止まるっていう状態ですね。で、それを前へ戻すと、下に下がるみたいな感じですかね。あと、なんかそれすらもうオートになってるやつがあって、ライトがオートっていうのがあって。 遠くまで映るようにとか下向けるとかあとライトつけるか消すかも全部オートになってるということでオートにしとけば大体 OK みたいなそんなモードもあるらしいんですよねということでまだまだ分からないことだらけですけど安全に運転をしていこうとノロ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 と安全に運転していこうかなというふうに思ってますそして収納力がありますんでね 何かいい机だなとかいい椅子だなとか思っちゃったものがあればあもう詰め込んで買ってくることができますんでいよいよちょっとこう小材を探しに行ったり天板を探しに行ったり机の足を探しに行ったり家具を見に行ったりっていうようなことをやってみたいなと思ってますねはいすいません今日は車乗って10日目の感想というような動画になっちゃいましたどうもありがとうございました